続いてはもっともっと盛り上がっていただきたいと思います。さあ続いてのステージを盛り上げてくれるのは今年もお越しいただきました、そうイケメンさんの登場です。毎年ねご出演いただきましてファンになれた方も本当に多くいらっしゃるのではないでしょうか。どうぞその声に聞き惚れてください。シェリーこと浦部陽介さんです。どうぞ。皆さんこんばんは、浦部陽介です。さっきからねこうシェリーことシェリーことっていうのはすごい気になるでしょう。あのシェリーっていうのはねあだ名なんですよ。はい、あだ名でそのまんまも僕ね和歌山出身で、でこの、西淀川には1年間住んで、そこで働いてたんですけど、その働いてた時の、あだ名です。はい、今は浦部陽介という名前でやってますんで、ぜひ名前を覚えてくださいなんですけど、1曲目ねそのシェリーの由来になった曲を1曲ちょっとだけやらせてもらおうかなと思います。尾崎豊さんのシェリーという曲をちょっとだけねカバーさせてもらいます。続けてこんなとこにたどり着いたシェリー、俺は焦りすぎたのか、むやみに何もかも捨てちまったけれど、シェリーあの頃は夢だった、夢のために生きてきた俺だけど、シェリーお前の夢通り叱ってくれ、そして強く抱きしめておくれ、お前の愛が全てを包むから、シェリーでいつになれば俺は這い上がれるだろう、シェリーどこに行けば俺はたどり着けるだろう、今ね僕ね致命的な失敗したなって思うんですけど、何と思います？あのねもうねシェリーっていうのはあだ名やから浦部陽介っていうのを覚えてねっていうねあの MC やったでしょ。ここでシェリーをやることによってねこれまたシェリーって言われるんちゃうかなと思ってね、もうそれが今もうやりながらうわやってもうたーと思いましたね。あまあシェリーって呼んでください、もういいですね、シェリーです。はい、おーいありがとう、おーいね、ほんまにもうなんとね4年連続出させてもらうんです。本当にもういつもありがとうございます。生成会の皆さんはじめでもう西淀川の皆さんにはもうほんまにお世話になってます。ありがとうございます。でね
僕は実はあの、和歌山のね田舎、高野山ってあるんですけど、今ね1200年海藻1200年で盛り上がってる高野山の麓にあります橋本市というねところで、生まれ育ったんですけども、なので和歌山で有名なものって結構ねいっぱいあるんですよ。梅干しとかね、であとみかんとか、これ結構イメージあると思うんですけど、あと一個ね、あの絶対的にもうずっと日本一のものがあって、あの柿というね、はい、あの果物の柿が一番有名なとこなんです実は。でもねどうしてもこの、柿というのはあんまりね加工されにくいしで、ね、もうめっちゃ甘いんですけど、なんか風味が少ないからということで、なんか加工しにくいみたいなね、だからマイナーな感じになってしまいがちなんですけど、そんな、柿を PR というか、そんなすごい誇らしいもんなんで、ほんまに、広めたいなと思って、作った曲があります。柿の曲なんですけど、この曲はね実はあの和歌山のめっちゃ方言でできてるんで、あの皆さん多分分かってもらえないかなと思うんですけど、なんか英語みたいな感じで歌うんで、英語みたいに聴いてくれたら、あ、なんか洋楽歌っとるなみたいな感じで聴いてもらえたら、ちょっとね大阪弁と、ちょっと重なるようなところもあるんですけど、はい、そういうとことかも、聴きながら、はい、楽しんでもらえたら嬉しいと思います。皆さんね盛り上がっていきましょうね。大丈夫ですか？盛り上がっていきましょう。手拍子とかもらえたら嬉しいです。では聴いてください。かき食いもてロックンロール。わかりますかね。そのかきは冬がきちごだ、こらちょっと渋って食えねえ、こら食ったらあかんやっちゃ、ひらたれがきやさかいに、ほんまかよるおいてもよろわえどころかきらかなえ、そんなこと言わんと食べてみさい、ほいたらいっぺん乗ってるかい。このかきはまだちょい若い、こらちょっとしか取ってかめれへん、もうちょいやらこいしかえ、熟しまではいかんけど、なんてやろおいたらやろわえとこのかきもむないんかい、もむないら言うとれへんけど、ほんまいっぺん
ね、これでも皆さんもね、和歌山の柿食べてくださいね。ぜひここら辺で買ったらね、1個300円ぐらいするんですよね。うん、僕らもう嫌でももらえるんですけど、はい、また送りますね。はい、まだあそこに僕は終わってからCD 売ってるんで、住所だけ言うといてもらえたら、はい、送りますんで、ぜひね。はい、では次の曲で最後の曲になります。次の曲はですね、まあバラードでちょっとね終わる感じになるんですけど、まあ片思いの曲で、もうこれが高校生の時に作った曲で、まあね、和歌山の高校に通ってる時なんですけど、はい、まあね、もう好きな気持ちを、まあ、伝えたいけど伝えられないというね、そういう、まあ、甘酸っぱいというか、まあ純粋な男の子の気持ちを書いた曲です。サムデイという曲なんですけどね、ぜひそれを聴いて、最後聴、いてもらいたいと思います。今日本当にどうもありがとうございました。浦部陽介でした。ありがとうございました。挨拶交わす、それだけの関係、特別な思いは何もないはずだった。君の大好きな僕は君を知らない、だからもっと知りたい。何気ない時、ふと気づいた時、君の面白いというその笑顔、僕を見つめるその瞳、だんだん心を締めてく。君のその手に触れるその前に、言いたいことがいくつかの言葉あるけど、一体君は僕のことどう思っているか、僕はさから君のため、気持ちを込め精一杯目で伝えようと空回ろうよ、弱気な僕。初めて話したから僕は君のことばかり考えるようになった。乾いた心潤してくれる、一人君からのメール読み返す、暗記できそうもなくらいに、そんな自分が悔しくて、出会ったその日にたまたま君に話しかけられた、その時はまだ話してくうちに、この胸のうちに君の居場所ことがいく
つかの言葉あるけど、一体君は僕のことどう思っているかまだわからない。君と歩きたい、映画も見たい、手もつなぎたい、本当のとこはだけど言えない、正気でいれない、夜も眠れない、それくらい大事なことだから、君のため気持ちを込め精一杯目で伝えようと、空回ろうよ弱気な僕。ウルメスでした。ありがとう。ありがとうございます。皆さん、いいですか？逆に。よかったら、はい、アンコールありがとうございます。ありがとう。じゃあ次、じゃあアンコールのね、歌わせてもらう曲はもうこの4年間ずっと最後に歌わせてもらってる、あの曲を歌いたいと思います。そう、あの曲って言ってもね、みんな知らんね、あのあの曲、転がり転がるというね、多分うん、一緒に歌えるような子供たちもね、こう盛り上がれるようなそんな曲なんで、コロコロコロ転がるっていうね、サビがこんな感じのフレーズがあります。で次、ボロボロになってもいいっていうね、これ1番2番3番全部一緒なんで、1番2番聞いて3番でぜひね、皆さん口ずさんで一緒に、ね、歌ってもらえたらすごく嬉しいです。本当に今日はどうもありがとうございました。では最後、今日一の盛り上がりでお願いします。では盛り上がっていきましょう。転がり転がる、してみせるこの手で、コロコロコロ転がる俺の人生だから、ボロボロになってもいい、転がり転がる。ありがとう。気づいたらまた出発で、繰り返すことで強くなる、コロ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 がる俺の人生。
前も信じられなかったんだ。そんな時励ましてくれる人の顔が胸をかすめた。やれるだけやってやると誓ったんだ。みんなよかったね、一緒に。最後まで楽しんでってね。ありがとう。